おはようございます。リュウキ来い。あ、来い。お座り。待って待って待って。寝れてんの加藤くん。寝れてます。高木さんがあまり寝れてないみたいな。どういうこと？なんか2時間に1回ぐらい目が覚める。ああ。トイレに行きたくなる。ああ。あそこ部屋の中にトイレがないからちょっと遠いよね。そうですね。目覚めた時に迷いますね。うん。紙瓶置いとけばいい。一気に年取った感あるけあ、ブラムシ死んでるね。え？死んで、そっちの方はあんまいないけど、入り口こっちの方多かったよね。なんかアブラムシってこの交尾しないんだって。で、生まれて時にもうすでに。お腹の中に赤ちゃんがいるんだって。孫まで抱えて生まれる。だからもう爆発的に増えてくる。おすすめしないんだね。
それで葉っぱとかチューチュー吸って弱めるというか植物を。ブドウとかたくさんついたら草がベトベトするね。
お茶にしてください。お茶にしましょう。
もしもし、シャラです。はいはいはい、今足りてます。はい、すいません、します。はい、失礼します。
もしもし。ヤブ。ああ、ヤブで俺と加藤くんは枝管理と房落として、他の人らは四玉の敵流。ああ。でらの。岸本さんと高木さんにやってもらって言って職場、うん、岸本さんと高木さん10時半になったら地べりの2回目デラウェアをやってください。母親が説明しますんで。
れ様です。トラクターで幸運で、まあ、3回目とか幸運するんですけど、細かくした方がいいかな。だから PTO とか2とかでやった方がいいんかな。2だったら700回転で、3だったら800いくらとかになるけど、どの、まあ縄代は3とかでちょっと細かくした方がいいからやったんだけど、田んぼ3ってその800回転とかになっても負荷的に大丈夫なのかなと思って。ああそう、そのくらい細かくしてもいいんや。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。
はい。加藤君、ここ桃太、社員終わって桃太郎終わって、はい、一番上に行くから、はい、うん、その後俺直売所の社員1回とか3回やるから加藤君、はい、トラクサーの予定にしとこう、はい、で今度は縄白じゃないわ、白柿って言って、今度はもう田んぼに水入れてすぐ田植えの時期が6月下旬に来るんだけど、今度は白柿って細かくすんよね、うん、だからもう PTO も3とかに入れて細かくしていくから、はい、また言うわ、はい、まあ、予定は変わるけど、うん、まあ、一回俺がトラクター乗ってやっとるよりは加藤君がやった方が、そっちの方が経験としていいと思う今のところ、はい、だから家の前は、まあ、俺がとりあえず今何回もやってるから、あと12だったかな、うん、それを全部、はい、前大きな田んぼ2枚やったでしょう、はい、それがやっぱり雑草が入るの遅いから、はい、それ以外のところを全部先にやって、はい、で最後に大きなとこを終わらせる。だから近くの砂山の奥の小さい田んぼからやって、綱山やって、そこ大きいの飛ばして、でずっと小さいのを全部下ろして、で最後に大きいの2つ行けばいいと思う。ディーゼルはガス欠、ガソリンオイルはガス欠になってもガソリン注ぐだけでいいけど、ディーゼルは空気抜いたりし線と元気ややこしいから、うん、結構まあ朝やったら昼一回入れといて、一日持たない、持ちにくいと思うんでやった方がいい。やっぱり最初はガソリン多めに入ってる、あれってだいたい10リットルぐらい表記よりたくさん入る計算になってるから、はい、前半はガソリンとかディーゼルって減りがゆっくりなんだけど、はい、もう、まあ、減り、メモリが減り始めたら早いからね、だからガス欠とかならんように気をつけた方がいい。アメリカとか移動距離長いからいつもガソリン気にしといた。日本の車で5分とか10分の距離、アメリカだったらもう、日本だったら歩いていけるけど、アメリカの5分とか10分とかの距離なんか歩けんから、ね、信号もないし広大だから、ガソリン の残りとか、まあまたオイルチェックとかしたことあるんかな。ないか、また言うわ。教習所でちょっとだけ。やっぱアメリカ車検がないから古い車が多いから、遠くに行くときはオイルチェックしてから、まあ特に農場の車とかはね、よう使われとるから。そういう感覚は日本でなかったわ、マジかっていうぐらいオイルが減ったりするから。はい、直樹さんの無線の調子悪くて、あ、そう、聞こえにくい。ありがとう、はい、これも一回充電できるやつとかできんやつとかあるからチェックセンターに毎年修理に出してうん。
電話変わってこないから次の子、はい、行くわ。次の子はどういった大学